では始めましょうか。この小体性相当の仕組みを調べるために酵母の遺伝学を使ってやったら、小胞体ストレスセンサーっぽいものが出てきたと。膜を貫通している格好をしていて、細胞質側にリン酸化酵素ドメインがあるというような格好なので、これは多分小胞体ストレスセンサーだろうということになります。で、名前としては我々はこの ERN1 という名前にしたかったんですけど、これ ER とヌクレ核とのシグナル伝達に ER 核間のシグナル伝達に効いている分子として、ER1 と言いたかったんですけど、これが論文は1993年に出したんですけど、全然別個の酵母遺伝学で見つかった遺伝子と同じものであるということが分かったんですね。で、これイノシトルリクワイリングということで、培地中にイノシトルがないと生育できないような酵母、これ九州大学の仁川先生という方が、脂質のに興味があって、普通なら培地中にイノシトルがなくても酵母は生きていけるんですけど、そのイノシトルを加えていかないと生きていけないようなミュータントを取って、それを相補する遺伝子として取ったのがこの IRE1 というものですね。でもこの仁川先生のところはこういうミュータントをまず取って、それを相補する遺伝子としてこの遺伝子を取って、それが膜貫通型のタンパク質リン酸化酵素だというところでもう解析が終わっていて、とにかく論文だけ出すとくというようなことをやっておられたんだけど、比較してみるとこれが全く一緒やったということで、現在は IRE1 という名前で使われています。 IRE っていうのは習わんかな、授業でもな。で、ただね、 IRE っていうのは一般的、我々のこの分野だと IRE と言ったら小体するセンサーなんですけど、一般的に IRE というと、聞いた、習ったことないよね、一般的にIRE というとアイロンレスポンスエレメント、鉄に応答するエレメントということが非常によく知られていて、最近あんまり聞かなくなったんですけどね、ちょっと我々のこの90年代とか2000年の頃だったら IRE といえばまずこの鉄に関係するものだと。でエレメントといっても、エレメントというのは普通質配列、質エレメントというのはこの DNA 上にあるエレメントのことを言うことが多いんですけど、この場合はこの格好から見たのに5ダッシュ側にキャップがあって、3ダッシュ側に AA とポリ A があるというなんかメッセンジャー RNA ですね。メッセンジャー RNA の多分多くはこの3ダッシュ UTR、 UTR は何略か分かりますか？アントランスレートリージョンね、ここに ORF オープンリーディングフレームがあって、その5ダッシュ側と3ダッシュ側にはタンパクには翻訳されない領域というので UTR、 アントランスレートリージョンで、多くの場合この IRE というのは3ダッシュ UTR のあたりにあって、鉄あるなしによってこれに結合する因子が結合したりしなかったり、あんま詳しいことは覚えてないんですけど、それによってこのメッセンジャー RNA の安定性が変わるというような制御配列ですね。そういうメッセンジャー RNA の安定性にかかる配列という IRE というのが有名だから、この名前はあまり良くないという勧告も出て、 ERN1 の方がいいという勧告も出たけど、結局誰もそれは聞かなくて、そのまま IRE1 という名前がそのまま続いていると。で、これその今日プリント配ったように、この今その感知機構に関してはいろいろ諸説あって、まだなかなかケリがついてない状況で、シャピロン結合乖離モデルというのと甲状腺タンパク質直接結合モデルと2つがあるので、どちらが正しいかは、まだこれからやらなあかんというところです。いいですか、ここまでは。じゃあこれで小体するセンサーが取れたら次何するか、次何するかというと、でやっぱり転写因子、この質配列の UPRE という質配列に結合する転写因子を知りたい、取りたいと思いますよね。で、転写因子を取るには、
王道はサイボナジョア神学で2回やったように生成してくると、この子細列に結合するタンパクを生成してきて、それからアミノ酸配列を決めて DNA を cDNA をクローンにしてくるというのが王道であると。ですがこれも前言ったように、これは非常になかなか難しくて、これはできるかどうかようわからんというのがあって、すぐには、できそうになかったので、また私自身はこれを生成するのはちょっと躊躇していて、じゃあ性格的なこういうのが難しかったら、やっぱりもう一つ言ったのは遺伝学的なので、この酵母遺伝学のスクリーニングを拡大して、今10万個から1個だけ見つかったけど、もっと遺伝学をやっていたら、やっぱりこの転写因子がに変異が導入されてもそれ相当止まるはずだから、取れる可能性はありますよね。遺伝学をの手法をもっと繰り返す、で転写因子が取れるまでやるというのはありえるんですけど、結局私のところだけじゃなくて他のグループもこの遺伝学の手法をやったんだけども、誰も転写因子はこれの方法では取れなかったんです。遺伝学的手法で転写因子は取れなかった。テキサスにいたラボの後任の人もやっぱりスクリーニングをやって、2回目のこう大規模遺伝学的スクリーニングをやったんだけど、転写因子は取れなかったんですね。でそのこことここの間をつなぐものは取れたんだけど、転写因子は取れなかったというので、理由はよくわからないんですけど、まあ一番簡単に言えば、この招待数センサーは1115アミノ酸、かなり大きなタンパクなんですね。で転写因子自身は後では取れてみて分かったことは、230アミノ酸ぐらいしかない小さなタンパクなんですね。だから大きさが5分の1だから、この遺伝子に変異が落ちる確率も5分の1になるわけで、それだけ単純計算しても5倍ぐらい、50万ぐらいスクリーニングしてやっと取れるかどうかぐらいの世界になって、結局この方法では変異を導入してこの転写因子が働かない酵母を取るということはできなかったんですね。じゃあもうこれで終わり、いつもこう大体講義ではここで終わってるんですけど、もう一つやり方があってですね、分子生物学的手法というのもあるんですよ。それは今日配ったプリントの、分子生物学の手法を利用して取ろうという手法もあります。で酵母の中に遺伝子を導入する手法としてして、まあ、ベクターの中に遺伝子を乗っけて入れるんだけども、このベクターに2種類あって、シングルコピーのベクターというのも開発されていて、これはゲノムと同じね、ゲノムと同じように1コピーだけ入れることができるという、そういうシングルコピーベクターというのがあると同時に、マルチコピーベクターとで50コピーぐらい増やせることができると。リボソーム DNA みたいなのがたくさんあるので、それの感情ってこの辺はどこに基準があるかっていうのは、その複製に関係する配列のところが違っていると、1コピーだけ、ゲノムと同じだけ1コピーでいける入れることもできるし、別のベクターを使えば50コピー分ぐらい入れられることもできるという、こういうのがあるんです。これをどうやって使うかというと、これ IR1 のミュータントで、普通の野生型の酵母だと小補体ストレスが起きるとちゃんとシャペロンを誘導できるけども、 IR1 センサーが機能しないミュータントではシャペロンは増えないという時に、この IR1 遺伝子をこの時はシングルコピーで戻すよね。ゲノムと同じ数だけ戻してやる、 IR1 という遺伝子を戻してやると、またちゃんとこっちと同じように正常にシャペロンを誘導することができると。
これこういう時にはシングルコピーでもちろん入れますね。ゲノムとある数と同じものだけ入れた時にちゃんと補うかどうか、相互するかどうかっていうので、この時はシングルコピーを使う。で、IR を戻す時にはまあこのシングルコピーで戻すと。じゃあバルチコピーはどうやって使うかというと、この時小胞体から小胞体に異常タンパクがたまると IR1 というセンサーが活性化されて、まだ全然仕組みはわからないけどシグナルが核まで伝わって転写因子が活性化されて転写を実行するというシステムですよね。で、だから普通この下流にどんなものがあるかはまだわからない。転写因子があることは確実だけど他に何があるかわからないんだけど、この辺はここでは一応ハプロイドと1倍体の細胞を使ってますんで、ここはこの IR1 とこの下流の遺伝子も全て1コピーだけ存在しますと考えられますよね。まあ、研究には基本的に1倍体を使ってやってるんで、全部それぞれのゲノムに乗っかってる遺伝子は1コピーずつ存在すると。で、今 IRM ミュータントを見てみるとどうなるかというと、これは IR1 にだけ変異が入ってるんですよね。遺伝学というのは他の遺伝子には傷はついてないはず。だから他の遺伝子には傷がついていないので IR1 さえ戻せば正常になるんですね。だからシグナル伝達スケールは何個かの分子があるはずだけども IR1 だけに変異が導入されてるから IR 遺伝子1個を1コピーで戻せば元に戻るという状況ですね。だから今日のこのプリントのあるように1コピーでは下流は不十分で、上から1コピーずつある場合は上からちゃんとシグナルが伝わってこないとこの応答を起こすことができないという状況ですね。その時にこの酵母の人の考え方は、1コピーではシグナルは伝わらないけどもマルチコピーで50倍ぐらい入れてやったらそこからシグナルが伝わるようになるんじゃないかという想定のもとにやるのがマルチコピーサプレッサー、マルチコピーサプレッサー法というやり方なんですね。サプレッサーというのは表現系を抑制するという言い方で使います。ネガティブな言い方だからなんかパッとイメージできにくいかもしれないけど、今は小胞体ストレートができないという表現系なんですね。 IR1 のミュータントでは小胞体ストレートができないというネガティブな表現系を抑えるので逆にできるようになるという、ネガティブな表現系を抑えることによって元の状態に近くなるという、マルチコピーに入れることによって表現系を抑制するような遺伝子を探すという、マルチコピーに入れることによって表現系を抑制するような遺伝子を探索するというのをマルチコピーサプレッサー法と、マルチコピーサプレッサースクリーニングという言い方をします。まだピンとこない。イメージ的にはですね、ここリン酸化ですよね。リン酸化の場合は2両体になるとお互いの自己リン酸化が始まって活性化状態になってシグナルが伝わるという場合に、だからこれでそしてもしここに例えば一番イメージを分けやすいのはリン酸化酵素だから、例えばこの下流にリン酸化酵素があったとして、マップカイネス系って知ってますよね。マップキナーゼとなって、その上にマップキナーゼキナーゼとなって、さらにその上にマップキナーゼキナーゼキナーゼというリン酸化カスケードみたいなのがあったときに、上からリン酸化が来るとこれがリン酸化されると活性化されて次の酵素をリン酸化してシグナルを伝えるというのがあるときには、これやっぱり上の分子がないとこの分子のリン酸化が起こらないからシグナルが伝わらない。でももしこのリン酸酵素が遺伝子を入れることで50コピーも増えたらものすごい量が増えるから、それだけでもう自己リン酸化みたいなのが始まって、上からのシグナルが来なくても自分のところからシグナルを始める、伝達を始めるということが起これば、これがまさにこう下流の分子が1個分子だったら上からシグナルが来ないとリン酸化が始まらないんだけど、この遺伝子を50コピーも入れていることによってすごい過剰発現にすると上からのシグナルなしに勝手に自己リン酸化を始めてシグナルが伝わると、そういうこともありえるんじゃないかという考え方でやるのが、
とにかく普通なら1コピーならダメだけど、マルチに入れればなんかまたシグナル伝達が始まると、そういうことを期待して行うのがマルチコピーサプレッサー法。これ、絶対できるという方法じゃないんだけど、うまくいったらうまくいくという、そういう方法なんだけど、実験的には簡単なんですよ。もうすでにある IR1 のミュータントに、のミュータントに、マルチコピーのライブラリを入れてやると。ライブラリを導入すること自体は簡単で、これはこの栄養要求性みたいなので選べるので、このベクターが取り込まれたどうかは栄養要求性って、例えばロイシンを今まで作れなかった酵母がこのベクターを取り込むことによってロイシンを作れるようになると、いうともうバイオチカルロイシンいらなくなるので、こう入ったものを選ぶというのは結構簡単なんですね。でこれができた後、招待ストレスをかけてやると、普通はこの IR1 のミュータントだからを起こすことはできないので白いままなんですけど、マルチコピーでその表現系が抑制されれば、青くなるコロニーが出てきても良いと、招待することができないという表現系が抑制されれば招待することができるので、再びこれレポーター組み込んでいるので、レポーターの β ガリシターゼが XGR を可視分解することによって、ここでは X が沈着して青色になると。スクリーンはこれ10万とか見るほどでもなくて、結構このシステムでは簡単なんですね。だからまあ、とりあえずやってみると。うまくいけばいいものが取れるし、うまくいかなかったらそれはそれでダメだけども、まあそれほどすごい時間的なロスじゃないので、まあなんかミュータント取れたら、まあ次はマルチコピーサプレッサーやるかなと。いうのが、まあ割と多くの酵母の研究者がやることだったんですね。で私もこれやろうかなと思って、その日本に帰ってた所長に言うたら、その所長さんは優しい人なのに、この時だけは厳しくて、それはダメやと。一番このマルチコピーサプレッサーがピンとくるのは、そのさっきのカイネスでしょ。カイネスだったら過剰発現になることによって、そこからシグナル伝達が始まると。いうので、その日本に帰っている時に雇用の条件はこの転写因子を狙うと、この転写因子を取るというプロジェクトは面白いから、それならやっていいよと言ってたんだけど、このマルチコピーサプレッサー法をやっていると、途中のカイネスがばっかりが取れるかもしれないと。ここカイネスなんで、マップキナーゼ系みたいなのがあったら、下にもカイネスがあって、下にもカイネスがあると次々とカイネスが取れるかもしれないけども、転写因子がマルチコピーで抑制するってなかなか考えにくいでしょう。ここに1コピー結合するのがあって、それが50個転写因子があったら、突然転写因子が転写を始めるというのはなかなか想像しにくいので、転写因子が取れるという期待感が少ないですよね。こう原理からしてマルチに入れて、転写因子をマルチに入れたらそこからシグナル伝達で始まるやろうかというのは想像しにくいから、そんなん単な時間の無駄を過ごすだけじゃないかと。それはあんまり好ましくないと。うん。だから、直接転写因子を取りなさいと。直接転写因子を取る方法を考えなさいと。いうのが唯一の指令だったわけだ。で、さあ困ったなと。どうしようかなと。生成するのは、やっぱり、その象徴なんかと、私はもともとタンパク生成してたんだから、生成すりゃ嫌ないかと。思ってたんだけど、これはすごい当時厄介に思えたので、今なら皆さんの時代なら質量分析があるから、割とある程度生成すればもうすぐに分かるんだけども、この時代はまだそのもっと前なので、これは相当困難と思えたので、なんか他に方法ないかと、なんか方法ないかということでいろいろ考えていました。でどうしたらいいだろうと、まあいろいろ考えるけども、考えただけで何もしないわけにいかないので、まあ、ついでに、副業として子細列の解析をやっていました。これで最初この子細列決めた時はざくっと大雑把に22ベースぐらい、この辺を
ガバッと削ると反応がなくなるということで、この辺22ぐらいで大雑把に決めてたんですね。でも22っていうのはちょっと転換子の結合領域としては長いですよね。普通転換子は3塩基とか5塩基とかを認識するものなので22はちょっと長すぎるよと、ここをもうちょっと縮めようと。でここにあるのはこれが22塩基、これがそのまま22塩基として決めた配列そのままなんですけど、これ2回目の細胞の上発進学のテーマであるコレステロール枯渇の時に1塩基置換していったという結果説明しましたよね。だから22塩基をそのままシサレスで入れると、レポーターがこの黒いのがストレスかける前で、ストレスかけた後はこの上も斜線のところになるように何十倍、50倍ぐらい増えるかな。でやってみた時にこれその1、ここに書いてある Y っていうのがこれそのまんま、この配列、野生型配列をそのまんま入れたやつで、1番っていうのは1番目の G を T に変えるという。1番目だけを塩基置換する。2というところは 2番目の塩基だけを塩基置換してその効果を調べると。でやってみると一番ドラマチックに効果が出たのはここですね。10、11、12、13、14、15のところを変えると1塩基変えただけでほとんどシグナル伝達は起こらなくなる。で配列見ると CAGCGTG というやつなので、まあ、当時 E-BOX という言い方をされてたんですけど CANNTG というパリインドロミックの配列ですね。 N はどれでもいいんだけども CA と TG は逆向きになってるんですよ。これ回分構造になってるパリインドロミックの配列で、普通はこれ CAN、NTG と直接つながる、続いてるんですけども、この時の特徴は真ん中に C と塩基が1個挿入されているという。1塩基のスペーサーがあるとのが特徴で、これに結合する転換子は1塩基のスペーサーがあるのがいいんだろうというのは、ここに実際のデータがあって、スペーサーが1個だったらちょうど C塩基シグナル伝達が起こるんですけど、0にすると、本当の E-BOX 型のこの C を削っちゃったら、なくしちゃったら、ガクッと反応落ちる。で、2個や3個にしたらもう全然反応しないと。ということになって。で、しかも C がやっぱり一番いいと。他の塩基に変えると、認識が悪くなる。反応が悪くなる。ということが分かったんで、この普通は、こういうパリンドロメキなところにはベーシックリージョン、塩基性の領域を DNA 結合ドメインとして持つものがこういう配列を好んで結合するということは知られていたんですね。例えばベーシックロイシンジッパー型の転換子とかベーシックヘリックスループヘリックス型の転換子というのはこういう E-BOX が好みなんですけども、こういうのは基本なんだけど、ここに1個スペーサーがあるのを好んで結合するような転換子が目的ものだろうということは、こういう解析をやれば分かってくるわけです。これで、まあ、ここまで出てきたんだから、やっぱり楽なのは、これ50万やらなきゃなんか、もう何十万やったらいいか分からないですよね。10万では取れなかったんで、20万あるか30万あるかっていう話になる、これも大変な世界だし、生成するのもなかなか大変な世界なんで、やっぱ一番体的に楽なのは分子生物的な方法なので、なんかこれを使えないかと思ったときに、まあ、こじつけで考えたのは、少し野生型のものじゃなくて、少し転写活性が弱いもの、弱い子細列に置いといて、弱い、普段は弱いんだけど、そこにマルチコピーで転写因子が入ると、その弱さが抑制されんかなと。まあ、こじつけ欄なんかも苦し紛れなんですけど、直接転換子を取る方法として弱いものを使っておくと、子細列として、こう弱い子細列のという表現器を抑制するようなものが取れたとしたら、ひょっとしたら転換子かもしれんと
まあ、一回はだからマルチコピーサプレッサーを実験自体は簡単だからやってみる分にはそれほど大変でもないので一か八かだかもしれないけどもやってみる価値はあって、ただ普通にやってたんじゃ真ん中ばっかり取れるかもしれないから普通じゃなくしに子細列の方に変異を加えといて弱くしといたものを無理やりマルチコピーで抑制すれば取れてくるものはカイネスなんか入れてもそこは相互しにくいだろうから転写因子が取れるかなという期待のもとにまあいっぺんやってみたんですよですね。そうするとやってみるもんで何か取れるんですよね。こんなことやってみたら何も取れないということはなくて何か引っかかるものがあってやってみたらBZIP領域を持つものが取れたんですよ。でこれだから何か取れて格好的には構造的に良さそうですよね。この E ボックスに結合しそうな BZIP 領域を持っている、ベーシック領域を DNA 結合で持っているものが取れた、これはひょっとしたら当たりかもしれんなと思ってやるべきことは遺伝子破壊をするんですね。遺伝子破壊をします。遺伝子破壊はどうやってしますか。もうクリスパーカスナインとか習った、一応習った。で古典的に遺伝子破壊をするっていうのは基本的に古典的な遺伝子破壊の方法っていうのは相同組み換えというやり方をします。普通ある破壊した遺伝子ですね、ある破壊した遺伝子があったとしたときにアームっていう言い方をするんですが、5出し側の腕と3出し側の腕の間に薬剤耐性遺伝子とか栄養を合成するような遺伝子を入れておくと、こういうここがよくここ全く同じものね、同じものを使います。全く上と同じものを使ってその間に選択マーカーという言い方をするんですが、選ぶために必要な遺伝子を入れてで遺伝子導入をしてやります。そうするとこの入れてやると酵母が遺伝子を複製するときにずっとここまでずっと複製したときにここまで来たときに何か近くによう似たものがあるぞと、ので普通はこのままこう複製いくんですけどたまにこう乗り換えてこっちへ行ってでこういう複製をすることがある。ここが同じだからここで乗り換えちゃってこちらをずっと複製してこのまたここで同じだからここに元に戻ってくるという複製のやり方をする。特に酵母ではこの効率が結構高いんですよ。なんか近くになんか遺伝子が新しく入ってきたら自分のどっかの領域と似てないかというのをサーチしてこんな複製の仕方をすると。ということでこの、だからこの誤ってこの薬剤耐性遺伝子を取り込んだ、あるいは栄養を合成するな遺伝子を取り込んだ酵母ができてくる。でこれを薬剤耐性で選んだり栄養をもう入れなくてもいいかということで選ぶとちゃんとこの相同組み換えが起こった酵母が取れてくるという話なんですね。で酵母ではこの効率はすごく高いです。 IR1 でやった時なんかほぼ 100% 取れるけどもきれいにどれもちゃんとこういう乗り換えが起こっていたというようなことがあって、それは酵母のいいところですね。人の細胞とかだとなかなかこの効率が良くなくてで 3% とかねそんなレベルだったのをなんか効率上げよう上げようといろいろ工夫しているうちに今はクリスパーカス9とかいうやつでやると、まあ、非常に良くなったという話なんですけど、まあ、そこはちょっと置いておいて、でこういうのをやると遺伝子破壊ができます。これこの前やって説明したノーザンブロットの話ですね。野生型の酵母ではこういろんなシャピロンがのメッセンジャー RNA がストレスに応答してちゃんと増えてくる、ところが IR1 というセンサーがないと全く増えないということですよね。こういうだからもしこの取れたこれが本物の転写因子であればこのセンサーの IR1 のない酵母と同じ挙動をすることが期待されますよね。転写因子がないんだからシグナルは伝わらない、転写にまで来てもそこから避けないから転写を実行できなくてシグナルが伝わらない、すなわちメッセンジャー RNA が増えてこないと、こういう結果が出たらこの破壊株でこういう結果が得られたら当たりだと、本物が取れたと言って次の段階に進めるですよね。でやってみたら喜びさんで結果を見てみたら
これイメージ図なんですけど、ここに書いてあるに IR1 がない、センサーがない時にはメッセンジャー増えないんだけど、この転写因子を破壊しても何も起こらなかった。野生型と同じようにちゃんと増えてしまったですね。遺伝子破壊をしても変化なしですね。変化がなかった。野生型と同じような挙動を示したと。だから普通はダメだった、失敗した、これは見かけが良さそうだったけどホモじゃなかったと、ダメだった、だからこのスクリーンが失敗したと、普通はそう捉える結果なんですね。ここには何も変化なかったから。でもここで諦めたら終わりだったんだけど、なんでうまくいかんのやろと、なんか格好を見ると良さそうなんですよね。ベーシック領域を持ってるんです。なんでこれが期待通りの結果を示さないやろうかと未練がましくいろいろ考えていました。言い訳を思いつきました。何がでしょう。これは本物なんだけどまだちゃんとこの結果が出ない、言い訳としてこの辺をなんか言い訳ないかと、なんかこれが失敗、まだ本物なんだけど期待できるような結果を示さないのには何か理由があると。ここはパリンドロミックですね。だから二量体として結合するんですよね。だから二量体には結合するときは必ずホモダイマーとして働くわけじゃないですよね。転写因子の時に分子の1であったけど、転写因子はヘテロダイマーも作れますよね。あ、似通ったものだがいたらホモダイマーもできる、作ることもできるけども、別のよく似た遺伝子とはヘテロダイマーも作ることができるですよね。だから言い訳として考えたのは、センサーは1個しかない、センサーは1個しかない、1個しかない、ここに1種類しかない、1種類しかないから1つノックアウトするとシグナル伝達ができなくなる。でも転写因子はダイマーとして効くので、ホモダイマーでもヘテロダイマーでも働くことができると考えたらどうでしょうですね。だから今 A と B と2つ転写因子があると、今 A を取ってるだけだから AAB のダイマーはなくなるんだけども BB のダイマーは残ってるから、残ってる BB が転写を実行するという言い訳、まあ言い訳ですけどね、成り立ちますよね、そう考えれば。だから B も取って A と、このタンパク A とヘテロダイマーを作ることができる B という転写因子を取ってきて、これもノックアウトしたら全くシグナル伝達が起こらなくて、これと同じような表現器を示すかもしれないという、少しの期待は残るわけですよ。じゃあこの A というパートナー、 A に結合するタンパク質を探しましょう。これどんな方法が考えられますか。結合タンパクを探すにはどうしましょう。細胞の受精学とは生化学的な話をちょっとしたけど、結合するものを見つけるには何かと何か結合してる、それだけだったら周囲から埋もれてますよね、落としてくるんですね。免疫沈降するんですね。 IP 実験というのを、今この A というタンパクのに対する抗体を使って A と B がくっついたとしたら、 A を落としてきたら一緒に、もし B がくっついてたら一緒に落ちてくるという免疫沈降ですね。免疫沈降して、多分今の時代なら、皆さんの時代は質量分析がとてもパワフルなので、免疫沈降して電気エドをして質量分析にかければ、これがまあ今はこれをやって、ね、これは最近さらにもっと手法は発展していて、もうちょっと効率よく結合しているタンパクを、基本はこれなんですけど、相手を標識しやすくして取るなんていう方法は
やっていて、まあ、今うちの研究室もそういう方法を使って結合タンパクを探そうということはよくやってることなんですね。でまあこれはこれでいいんですけど、やっぱり分子生物学的な方法っていうのがあって、これは生化学的な方法で、これは遺伝学的にやるのはまた大変ですよね、これの結合するのは。だからやっぱり分子生物学的にやる方法はツーハイブリッド法って聞いたことありますか？習った？どんな方法？GST はね、またツーハイブリッド法というのがあって、これはあの私がアメリカに行った頃は90年ぐらいにネイチャーに出た方法で、まさにコロンブスの卵というような話なんですね。これ転写のシステムを使います。転写因子ギャル法という名前がついている転写因子を使います。で、ギャル法というのは普通一番細胞にとって使いやすい栄養素はグルコースですね。グルコースが一番使いやすい、すぐ解凍機に回せるから。だからグルコースが十分あるときはガラクトースなんて使わないんですよ。もうすぐ使えるものがあるときにはこんなガラクトースがたとえあったとしても使うのめんどくさいから別にガラクトースは使いません。でもグルコースが全くなくてガラクトースだけにすると、そんなこと悠長なこと言ってられないから、栄養ないんだからガラクトースを使わないといけないわけですよ。でそのどうやって使うかはこの今日のプリントの真ん中の上に書いています。ガラクトースはその3段階の酵素を反応を行ってくると、ガラクトースに ATP を加えることによってグルコース一リン酸ができるという、そういう反応を進めればガラクトースをもとにグルコースが出てくるわけです。でだから普段こういう3段階の反応する酵素はないんですね、あの発現してないの、いらないから。でもグルコースがなくなってくるとこの酵素を使わないといけないので、そこ側のあのみんなあるようにこの遺伝子ギャルなんとかという遺伝子はにはまあこれ下列の別の言い方なんですけど、 US という言い方は結構して、例えば症状媒なんかやってる人はこの US という言い方を結構使う。アップスリムアクティベーターシーケンス、質配列の昔の言い方、今でも使う人はいるという。でここにあるようにガラクトースを代謝するための酵素の重量にはこのギャル4という転写因子が結合する質配列があるわけです。でこれがその白四角で書いてあるね。だからガラクトースがだけになってくるとギャル4という転写因子が活性化されて、ガラクトースを代謝するための酵素を転写して量を増やしてガラクトースを使えるようにします。転写因子に必要なドメインは何でしょう？ DNA 結合ドメインですね。この DNA US に結合性なんですね。 DNA に結合するドメイン、それからもう一つ、結合しただけではダメでしょう。結合しただけで転写が起こる。ここには何が結合しますか？タータには。こう TBP とかが結合しますよね。TBP を中心とした名前までは覚えなくていいという、こう基本転写因子群というのがあって、これがやってくると RNA ポリメラーゼがやってきて転写を実行するんですね。だから転写因子が基本転写因子群に働きかける
転写活性化ドメインというのが必要です。だ転写信はこの子細列に結合する DNA 結合ドメインと基本転写信に働ける転写活性化ドメインの2つがあって初めて転写信となり立つ。これがなかったらむしろ抑制してしまいますよね。 DNA に結合しただけで何もしなかったら他が来るのを妨げてしまうので両方あって初めて転写が実行される。で普通はこの2つのドメインは1つの分子の中に含まれている。一つの転写の中にここに DNA 結合ドメインがあってここに転写活性化ドメインがあるというのが普通でそれが当たり前だとみんな思ってたんですけど、この90年ぐらいのネイチャーの論文で別に一つの分子なくてもいいやと、これは基本的に一つの中にこのドメインとこういうのがあるんですけど近くにあったらええやないのと、こう全体としてここある DNA 結合しこちら側でこっちに結合して促進すれば同じ分子になくても近くにいたら全体として一つの転写因子として機能するでしょうというのがこのアイデアで、それがここなんですね。GAL4 の DNA 結合ドメインというのがあって、からここにアクティベーションドメイン、これ AD と書いてるのが転写活性化ドメインのことです。ですね。だから普通はこの DBD と AD っていうのはくっついてるというか 一つのポリペプチドの中にある。だけどもそれを切り離します。だから DBD と AD を切り離してしまう。もともとは一つの分子の中にあったのを遺伝子組み換え技術を使って別のタンパクにしてしまう。ただ切り離しただけでは転写は起こらないですよね。DNA、これは DNA 結合するけども、こっちは転写、基本転写に働きかけるけども、連携してないんで、これが今 DNA 結合してるかどうか、こっちは分からないです。この DNA 結合してもこっちが行ってるかどうか分からないんで、このままでは全く転写は起こらないんですけども、これに、あるタンパク質 X を融合タンパク質として作っておきます。こっちはもうすでに自分が持ってるもんね、基地、さっきで言う A という方に相当するやつで、こちら側に Y というタンパクがあって、X と Y が結合する性質を持っている。パートナーである。結合する性質を持っていれば、融合タンパクはアイノコだからハイブリッドですよね。ガソリンと電気のハイブリッドというようなに、DBD と X のハイブリッドです。で、ハイブリッド2つが結合すると、これが全体として1つの転写子のように振る舞う。というシステムね。コロムスの玉で1個1つの中にあると思ったのは別に切り離してもいいやないと。で結果として1つの転写子として振る舞えば転写はオンになるというシステムなんです。ということで分かりますか。でここを ライブラリにしておきます。ここの AD はもうすでに分かってるんで、これにいろんなタンパクを融合させたライブラリを作っておきます。もう片っ端で CDNA に片っ端から全部この AD をつけた融合タンパクにする。で、その融合タンパクのライブラリの中から、融合タンパクライブラリを入れることによって、転写がオンになれば、それは結合するものだろうと。逆からいくんですね。普通結合すると転写が起こる。探すときにはこっちはもう全部分かってるんで、ライブラリの中からを入れることによって転写がオンになれば、それはこの X と Y は結合したんじゃないかと推定できるという、そういう方法ですね。これも分子物理学から、こうライブラリはもうすでにあったら掘り込めばいけるわけです。
ただ結構簡単だから割とよくやっていて、今でもこの方法で相手を探すという人は結構います。ライブラリはもう売ってたりするんで、自分のこのこれを作れば、あとそのシステムを入れるだけでスクリーニングができるという方法なんですね。だからこの方法はもうすでに一般的だったので、さっきA の結合相手の B を探せば、で B もノックアウトすると期待する表現器が出るかもしれないという時にパッと思い浮かぶのはこの2ハイブリッド法なんですよね。当時 IP なんてまだそんな一般的なかったんで、2ハイブリッドやろうかなと、そしたら B が取れるかなという期待感はある。ただしこれは A が本物だったという仮定でそうなる。もし A がこれは完全に今思っているのは言い訳で、 A は本物じゃない偽物だったら、偽物のパートナー探してもまた偽物が取れてくるですね。だからこれ簡単なんだけど、でもやっぱり数ヶ月はかかる。数ヶ月かかってやって B を取ってきて、 A も B もノックアウトしたけど、やっぱりこっちになるかもしれない。ギャンブルですよね。 B こうのふうになるかもしれないし、ならないかもしれない。ならなかったら数ヶ月のロスという話になるんです。どうしようかなと、だいぶ悩みました。やろうかな、やるのはいいけどやったら数ヶ月ロスするかなという時に、あれこれ考えた時に、今こうライブラリーで今これ A という転写子に結合する B という転写子が欲しいんですね。ですね、A という転写子に結合する B という転写子を2ハイブリッド法で取ろうかどうかずっと考えていました。でこのここを見てみると、こう考えた時にこの転写子は普段は活性化状態ないんですよね。小胞体に異常が生じない時は別にシャペルは普段通りで良いので普段は働いていません。でも小胞体ストレスが起きて何か IR が活性化されると、これが活性化されて転写を実行できるようになるとですね。でもそういうものなんだけど、もしこの GAL4 の転写活性化ドメインと融合にすると、これは小胞体ストレスとは関係ない転写活性化ドメインなので、小胞体ストレスがなくてもいつも活性化状態ですよね、になる。だからここに書いてある、もし自分が取りたい転写子は B なんだ、 B とかなんだけども、普通は小胞体ストレスの時だけ活性化されるんだけども、 GAL4 のアクティベーションドメインと融合になればいつも活性化状態になると期待される。これはいつもこれさ、ここさえ結合すれば全体的に活性化状態になるように細工がされているので、ストレスとは関係ないですね。小胞体ストレスは無関係に活性化された転写因子になる。そうするとここに転写活性化ドメインがちゃんとアクティブなのがある。でここは私が探しているのは転写因子なので DNA 結合ドメインありますよね。ここに UPRE という DNA 結合ドメイン、 UPRE に結合するドメインがある。そうするとここに GAL4 のこれを置くんではなくて、自分が探している転写因子が結合する UPRE というのを置けば、ここに DNA 結合ドメインがある。ここに転写活性化ドメインがある。一つで十分活性型の転写因子になるでしょう。ですね。いけますか。ここはどんなものか正体は分からないけども、少なくとも自分が探しているものはこれに結合する
転写にしている。だからこの中には UPRE 結合ドメインがあるはずです。で、そのあるんだけど、普通はこの UPRE に結合できるのはストレスが起きた時だけなんだけども、転写活性化ドメインと融合すれば、DNA 結合ドメインと転写活性化ドメインが合体して、一つの転写因子になるとして働いて、ここに結合して転写を実行できるようになる。B という転写因子が A アクティベギャルフォンアクティベーションドメインと融合すれば、それで DNA 結合ドメインと転写活性化ドメインが両方がある。基本転写因の両方があるので、ワンハイブリッドが入っただけで転写を実行できるようになる。このシス配列を自分が求めているものに変えれば、ワンハイブリッド、一つのワンハイブリッドがこの酵母の中に入ったら DNA に結合する。さらにアクティベーションドメインが基本転写因子群に働きかけて、たった一つのワンハイブリッドで十分転写が実行できるようになると。いけますか、大丈夫という、これもちょっとコロンブスの卵のような、これ転写因子しか使えない方ですよね。これはどんなタンパクにも使えて、どんなタンパクのパートナーでも探せるんだけども、このワンハイブリッド法は転写因子にだけ当てはまる方法で、この B あるいは Y のところが転写因子であれば、それに結合する子細列をレポーターの上に持っていくことによって探すことができると。で、これでいけるかな、いいかな、いい、いける。で、これでやってみて、で、これまでシステム売ってなかったので自分でシステム作ってやってみたら、ちゃんと取れて、100個ぐらい取れたうちの70個はここの HAC1 という名前がついたベーシックロイシン実表型の転写因子が取れたんですよ。やっぱりベーシックロイシンジッパーですね、はそうなって、それをノックアウトすると IL1 の破壊と同じ表現形ができてきたと。全くストレスに応答しなくなった。ストレスかけてもシャペロンは増えないという。ということで、これは私の全くの言い訳だったわけです。一つでよかった。転写因子も一つしかなかったんですよ。ということで、2ハイブリッドやってたら、また A のパートナーの B も偽物で、全く何も起こらなくて、何ヶ月間のロスで終わってたんだけど、この失敗を何回もまた言い訳を考えてるうちに、ワンハイブリッド法というのがいけると思いついたおかげで、本物にたどり着くことができて、ちゃんと正しい本物の転写子ハック1というのが取れましたという。ということで、2ハイブリッドやってたらもう数ヶ月のロスで終わって、また別のことをやらないといけなかったんだけども、ハイブリッド法、ワンハイブリッドに思いついたわけで、これがプロジェクトが成功して皆さんとこうやって会ってるって、これがワンハイブリッド思いつかなかったら今頃ここにいないだろうなという、そういう話ですね。時間なんで、何か質問ありますか？いいですか？じゃあ終わりましょう。